ゴジラマイナスワンのヒットにより神殿が世に知られることとなったが、日本軍は同時期にロケット機、周水も開発している。世界大戦末期、ドイツは世界初のロケット機メッサーシュミットを開発した。日本陸軍と日本海軍は共同で、そんなドイツ空軍のメッサーシュミット ME-1613 の資料をもとに設計を始める。名称は軍や開発関係者が参加した懇親会の席上で披露された、岡野勝利海軍少尉の短歌秋水三尺露を払うにより秋水と名付けられた。やがて試作機が出来上がるが、時すでに遅し、日本は敗戦を迎えた。